ロコエスパルスプレゼンツオフトーク、選手の本音聞いて。食べたい。はい、口ハッピー、口でもないけど料理。今回はエスパルスの大黒柱、北川晃也選手。中盤で献身的なプレーを続ける宮本晃太選手、右サイドの超特急中山克弘選手、オールラウンドプレーヤー西澤健太選手の1996年生まれの4選手による同世代トーク第1弾。グラウンドを離れて仲間とトーク、選手の本音に迫ります。さあ、ここからはいよいよくじ引き形式でお題トークが始まります。このカードの中にお題が入ってるので、それに答えにきます。引くよ。どうぞ。一番ハマっていることは？カタカナ。カタカナ、まさかの。めちゃめちゃカタカナだった。強っ。一番ハマっていることは？しかもまあまあ読みづら。全部カタカナ。一番ハマっている、はい、一番ハマっていること。荒野にこの質問が来たらね。まあ俺も、まあ、そうだろうね。いつも話してもんね。もう一個しかないとか。もう一個しかないよ。デッドバイデイライト。ゲームだな。っていうのは、うん、ゲームです。だから。あれだよね。ゾンビのやつだよね。そう。鬼ごっこのやつ。知らないや。鬼ごっこのやつ。収録はね、やってるんだけどね。検体が。そうだね。約1名やれてない人がいるんですけど。うん。あれでしょ、あの捕まえ、鬼捕まえるやつだよね。そうそうそう。発電機回してね。よくあんま分かんないな。説明難しいけど。この話をしてどうするまあでもめっちゃやってるよね。だから俺とコウタとカツと、まあ今いないけどレレがよく4人でやってるゲームで、電話つなぎながら、うん、まあ、あの連携してやっているっていう、それにハマっているっていう。それだけのあれです。あれでもね、今 YouTube 配信とかも結構してるからね。カノエイコ、カノエイコ、カノエイコのやつおもろいよね。まあ他にってこと、うん、この画面でやれたらいいな。この画面ではやらせてもらえるんじゃない言ったら繋げるよね、言ったらできるよね、うん、協力してもらえる。一人しかできないからあれなんだけどね。そう、それが今ハマってるかな、うん、そう、ゲームです。ああ、1日どれぐらいあるの？1日今ちょっと減ったけど、うん、2時間ぐらいじゃん。結構だね。合計して、ああ、合計すると首、横で首振ってるけど、もっとやってるもっとやってるもっとやってるやばいやばいやばい。夜2時間ぐらいやる。そうだね、うん、だいたい飯食って、そう、やれる時は3時4時くらいに。3時、4時、5時ぐらいまで、ね、でやれれば飯食ってやるね。じゃあ3時間ぐらいかかな。まあできる時はねやるし、できない時はやる。一緒ぐらい、みんな。そうだ、まあ、みんな一緒にやるのか、そうか、合わせて。だからみんな一緒だよ。そっか、みんな一緒。みんな俺は違うけどね。何、まあ一回やってたじゃん。え、いや一回やったんだけど携帯でね。そう、バスで酔っ払うんだよね。あの視点がさ、いろんなとこ行っちゃうじゃん。アングル難しい、アングル難しいからさ、うん、か上見ちゃったり下見ちゃったりさ。それ下手な人怖いし、シンプルに試合帰り健太いきなり喋んなくなったと思ったらね、気持ち悪いときにバスの中でだって気持ち悪いんだもん、無理だよ。ちょっと何がおもろいのか、ちょ、俺そこまでたどり着けなかったんだけどさ。いや、逃げれるっていうのが面白い。鬼から、鬼から。でもそれってさ、鬼も操作するんだよね。そうそうそう、鬼操作する側もあるんだよね。と誰かとやってるのが楽しい。一人じゃやんない。俺はね、喋りながらね、協力しながら。そう、難しい、深いよね。協力しないと脱出できないんだよ、大体。ぱっと見さ、鬼ごっこって言われてさ、鬼ごっこみたいな感じるよね。いや、そう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 、見ればね、
深いんだよね。発電機もよくわからん逃げれる、逃げれないとかあるから深いゲームなんです、うん、ホラーもダメだし、お化け屋敷とかも絶対無理だし。じゃあ行こう。無理本当にだって無理でしょ、お化け屋敷は。いやでもさ、それを絶叫も無理だからさ、うん、みんなで行こうって言ってるのにさ、一人だけよ。いやちょっときついな。それは行かないって言ってるの。早々に吐く自信あんだけど。吐かない。でも一回吐いちゃえばもうあと大丈夫だよ。いやいやいや、よくないよ本当に苦手な人きついんだからね。頼みますよ。行こう。行こう。頑張れ。要件と。じゃあ次行きます。おるか。こうだ。この間にね、この間に食べた。あ、カタカナかこれやめる。見せてあげて。プロサッカー選手でなかったら何になっていた。うん、難しい。サッカー選手じゃなかったらね。難しい。これむずいね。もう一回引いていいですか。サッカーしかやってこなかったから。お題だけ積み上がっていくから大丈夫。難しいよね。難しい。サッカーのことしか考えてこなかったもんね。そこなんだよ。なんかでもまだ俺らはさ、大学行く時間があったからさ、うん、ちょっとなんか周りの人たちもさ、就職活動とかしてたからあれだけど、だから、うん、コウタとかコウヤさ、高卒で夢とかしかないもんね。あ、そう、幼稚園とかの時のね、小学校とか。あ、小学校はあるし、もそうか。え、何になりたかったのちなみに。え、確か料理人。初めて聞いた料理人。料理人、料理人。いや、なんだろうね。なんかね、そう、おばあちゃんの料理を手伝ってるのが多分、ね、あ、素敵、素敵な話じゃん、ね、そう、温まる、素敵な人、素敵やなぐらいかな。え、でもその時サッカーやってたでしょ。まだやってない。あれでちっちゃい時もっとね、うん、もうサッカーやる前ね。そう、小学校のサッカー。ほんとサッカーしかないよな料理人ね、結構意外なとこだったね。料理人っていうか、その料理に上手く、そう、好きだったってだいぶ。その割に今あんま料理しないよね。やばい本当にやばい、ね、まあそこはあんま触れないでおくか、うん、じゃあそうだ、やめよう。え、ちなみに勝は大卒。俺はね、学校の先生かな。社会の先生、うん、あれ県民権持ってんだっけ。持ってない。持ってないんだあれ、あのね、あ、学部がってこと。いや、全然違うんだけど。あ、シンプルに中学の担任の先生が野球部の顧問の先生だったんだけど、で、社会の先生やってて、まあ、スポーツ仲間としてすんごい、なんだろう、気にかけてくれてて、で、授業も面白かったし、うわ、こんな先生になれたらいいなって、サッカーやりながらもその時思ったから、サッカーの道進めなかったら、頑張って教員免許取って、あ、社会の先生でって言って、多分画面の奥で笑ってる人いるかもしれない。え、中高、中学、高校、中、何が、じゃあ取るとしたらなるだろうな。中学、中学まではね、まだ勉強できてたんだけど、高校行ってからね、できなくなっちゃった中学の先生が良かったってことね。難しくなって一気に高校から勉強が、うん、うーじゃないのよ、うん、社会で難しいことあった。社会は、そう、社会は社会得意だったってこと。そう、社会は得意だったね。そう、それ以外の数学とかが、そうそう、できない、できない。そうそう、それは分かる、それは分かるわ。あ、よかったよかった。基本的にはね、あの、覚えればいいからね、社会ね、社会はね。大バカや。いや、そうだね、大バカしてくれ。そうで、北川くんはね、ちょっとね、勉強ができないだけ。そう、いや、それで
勉強ができないだけだから、ね、だからこの前ね群馬行った時に泊まったホテルが俺らがユースの時に、うん、クラブユースで使ったホテルだったんだよ、うん、あそこね。でいやなんか懐かしいなって言っててコウタと話しててなんかあったよなって話してそういえばコウヤあいつ赤点で一回帰ったよなって補修で帰った試合のね試合やっていって休息日が1日あるんだけど、うんうん、そこで帰ってテストを受けてまた戻ってくるっていうがそのホテルあったそうそのホテルあったそうそうだから覚えてなかったのかなだからもう嫌な気分だったマジで覚えてなかったしかも家庭科とかじゃん家庭科すごい家庭科の赤点って何そうだからねこれ奥さん大変だろうね今これを見る人はねそう俺も赤点取ったよとそうだねそう自信を持って別にちゃんと補習やって点取れば問題ないということを、まあ、卒業はできると言いたい声を大にして最悪カットでいいでしょまあねなんとかなるそうだね懐かしいねいやそれだけ覚えてたわそれそんなことないコウタ全然思い出さなくて、うん、ここ絶対泊まったとこだよって言ってたんだけど思い出したって言って3、0時あそれで思い出したのそうそれでコウヤがコウヤ帰ったよみたいな俺だってコウヤいない時そのもう一人のやつ喧嘩してたやめてよなんか喧嘩もあったんだよなんかあったな、まあ、そういうこともあるよねそうそうそう9時9時かいや勝って9時